大鳥居剣神社は、福井県入宮越前町小田にある神社。式内社、越前国二宮。旧社格は、国平商社で、現在は、神社本庁の別表神社。別名を、小田明神とも。須佐野のお尊を主祭神とし、家被大臣、押しく王を廃止する。社殿によれば、ご神体となっている県は、水人天皇御子の五十刑事記入彦命が、 作らせた神剣で、神宮皇后折衝の時代に、中愛天皇御子の惜しくま王が譲り受け、惜しくま王が、高志国の続と討伐に当たり無事閉廷した。後、イベ郷座が竹に祀られていたスサノオの村の神霊を、イベ神が現在地に誕生し、この神剣を、お玉城とし、祀ったことに始まると伝えられる。惜しくま王はその後もこの地を開拓したことから、 開拓の祖神として父である、中愛天皇と共に廃止されたと伝える。古くは写像の盆章に、剣御子子章、神後慶運4年9月11日の名が見え、奈良時代の神後慶運4年当時にはすでに神宮寺があったことが知られる。国史では、法棄2年24位下君6頭の、剣神に、直期譜0個、他2を与えると見える。また、天安3年には、 剣神の深海を十四以上、君力等から正四位下君六等に少女する旨が記載されている。新昇格直府省大道元年帳では、当時の剣おこ神みには、神戸として越前国から三十個が当てられており、そのうち十個は天平神五元年、二十個は後期三年に定められたとする。延長五年成立の演技式神明朝では、 越前国鶴賀軍に、鶴木神社と記載され、式内社に列している。中世以降、この地の歴代の領主、芝氏、朝倉氏、織田氏の数敬を受け保護された。特に、織田信長は、当社の神官の子孫とされ、織田家の氏神とされた。柴田勝家の書状にも、殿様、大氏神、祖祖するべからずとある。尾張小田家はもともと、 越前を多層出身で生徒し、主君の柴氏の大荒守五人間でついて、大荒へ移ったので、数代前の越前守護、柴義幸の悲観の織田信正、正広、不死も明徳4年6月7日に、修理再考し、今後も、家役を免除し、市子孫村修理を怠らないと制約しており、当社は織田氏と深い関係がある。江戸時代には、福井藩、 大野半良藩からの数計を受け、幕末には伏見宮家の祈願書ともされた。昭和3年に国平商社に劣格した。第二次大戦後は神社本庁の別表神社となった。八宗根藩図、ありがとうございます。